県と奈良市は今日新型コロナウイルスについて新たに19人の感染と1人の死亡が確認されたと発表しました。亡くなったのは奈良市の70代の男性です。奈良市によりますと、男性は12日に陽性が判明し入院していましたが、昨日死亡が確認されました。県内の死者はこれで36人となりました。 またクラスター感染者集団が発生した大和高田市の弁天座で公演を見た奈良市の30代女性の陽性が新たに判明しました県では1月12日から15日の公演を観撃した人で体調に不安がある場合は新型コロナ発熱患者受診相談窓口に相談してほしいとしています 今日はこの女性を含め、乳幼児から60代までの男女合わせて19人の感染が確認されましたいずれも軽症または無症状です居住地別では、奈良市が11人と最も多く、次いで生駒市が3人などとなっていますこれで県内の感染者数の累計は2880人、現在の感染者数は373人で、このうち重症は9人です。